ミゼラ、逃げて！こんなに執刀者がいたら、ミゼラに近づけない！そう、私を消しに来たのね。兵士を殺してしまったトガ人だから。いいよ、覚悟はできてるから。ヒダ、修道院と同じ、霊師の命を奪ったのと同じ。ヒダ、そうだ、燃えてしまえ。霊師と同じ苦しみをお前も味わえ。火炙りか、いい君だ。自業自得だ、報いを受けろ。焼かれてしまえ、トガ人め。みんななんでそんなこと言えるんだよ。こんなの、こんな世界、絶対間違ってる。消えていく。私が、彼らの言う通り、霊視を死なせてしまった私には、当然の報い。だから、これでいい。こぶってんだよ、ヨバイ突き刺し女が。あなた、なんで。あのくらいで死ぬわけねえじゃん。俺を誰だと思ってんだよ。まあ、ずいぶん派手にぶっ刺してくれたから、回復にちょっと時間かかっちまったけどさ。しかしまあ、いい君だな。随分楽しそうな目に遭ってんじゃん。なんだよその目。言いたいことあるなら言ってみろよ。人を殺してしまった私には未来を見る資格はない。これは当然の報いだけど、そのはずなのに、私は悔しい。彼方は何も悪くないのに、私を助けてくれただけなのに、トガ人になってしまった。みんな何も知らないくせに、彼方の優しさも彼方の正しさも何も知らないくせに。この世界の人間なんてそんなもんだ。他人のことなんて一部分しか知らないし、知ろうともしないくせに全部を分かったふりして憎み、断罪を願う。ほんとくだらねえよな。私は、こんな世界に、彼方を一人残していけない。私のやったことが許されないのは分かってる。その罪を背負ってても、私はこの世界で彼方の尊さを守りたい。その覚悟があるなら十分だろう。罪に飲まれるか、罪を食らうか、汚れた定めで答えを刻め。炎になる！デッドエンド！フレア！